こんばんは。世の中いろいろ騒がしくなってきているので、ストレス耐性を高めるための呼吸法を今日はやっていきたいと思います。で、このストレス耐性を高めるための呼吸法のポイントとなるのが、ノルアドレナリンとセロトニンというホルモンになります。で、ノルアドレナリンは脳を活性化させてくれる、ホルモンなんですが、出過ぎてしまうと逆に交感神経が過敏になって、心臓がドキドキしたりとか不安になったりとかしていく、状態になってしまいます。で、このノルアドレナリンを抑えてくれるのが、セロトニン。で、セロトニンは、幸せホルモンと呼ばれていて、副交感神経を優位にさせてくれます。で、リラックスした気分にさせてくれるので、ストレスが軽減するというふうな、作用があります。で、この2つのバランスをとっていくことと、セロトニンの分泌を促そうというのが今日の呼吸のポイントになります。で、セロトニンを増やしてくれるのはリズム運動であったり、ゆっくりとした腹式呼吸で、あと家族やペットとのスキンシップなどといったようなことがセロトニンを増やしてくれるんですが、簡単なところでいくと呼吸法が一番簡単にセロトニンの分泌を促せるというふうになります。で、呼吸法をリズムよくやることでリズム運動にもなるので、そういったところに着目して生み出された呼吸法になります。で、一つはストレス耐性を高めるための呼吸法をやって、あと現在ストレスが高い人にはストレスを抑えるための呼吸法っていうのをやっていこうと思います。で、あとリズム運動っていうのもいいので、リズム運動に適した室内でできるリズム運動っていうのを一つ紹介していきたいと思います。で、まずはストレス耐性を高めるための呼吸法で、1対1呼吸法という根室教授が考えられた呼吸法を紹介していきたいと思います。で、これはノルアドレナリンをまず分泌を促して、その後セロトニンの分泌を促す、この2つの呼吸が組み合わさった呼吸法になっています。なので、これをバランスをとっていってストレス耐性を高めていこうというふうになります。で、まずしっかりと立って、で、姿勢を正して立ちます。で、鼻で勢いよくと息を吐いてと吸う、でと吐いてと息をよく吸う、これを5回繰り返します。で、この時お腹じゃなくて、胸を意識して速い呼吸を5回していきます。で、これをリズムよくやりましょう。で、これをやった後に3秒間かけてお腹を膨らませて吸います。で、この後お腹をへこませながら6秒かけてゆっくり吐きます。で、これを鼻で吸ったり吐いたりします。これを5回ぐらい繰り返していきます。ちょっと一緒にやってみましょう。もう一回いきます。あと1回いきます。で、今のリズムよくやって、呼吸でのリズム法、リズム運動っていうのにもつながってくるので、セロトニンの分泌をより促していくという形になります。で、今のは、ストレス耐性を高める呼吸法だったんですけど、すでにもうストレスがこう高い人っていうのいると思います。で、これはストレスが強くなってきている人は、ストレスを収める呼吸法を教えていきたいと思います。で、これは448呼吸法というので、まず息を
ゆっくり吐き切ったら4秒かけて吸って、その後4秒息を止めます。で8秒かけて息を吐き切る。これを4回繰り返します。それでは、全部鼻呼吸でやっていくので、とりあえず一緒にやっていってみましょう。とりあえず息を吐き切ります。で、吸う、止める、吐く、でもう一回いきます。で、吸います、でしっかりとお腹をしぼめるようにして8秒吐き切ります。で一回ゆったりしてもう一回いきます。でもう一回ゆったりして、でもう一回いきます。息を吐き切って吸います。でしっかり吐き切ったら一旦ゆったりして、最後もう一回いきます。で息を吐き切って吸います。はい、で今の呼吸法は、しっかりと息を吸って止める、で吐くということで、二酸化炭素、二酸化炭素の体勢をつける作る、エクササイズの呼吸法なんですけど、呼吸が速くなって緊張したりストレスが高くなってくると呼吸が速くなってきて浅くなってきます。でその呼吸をしっかりと深くするための内容になってます。でしっかりと吸って、ね、止めて、でここで止めたことで二酸化炭素に対する体勢を作ります。でゆっくり吐くというところで、不安そしてストレスなどを落ち着けていこうという内容になってます。はい、今の2つはストレス耐性を高めるのとストレスを軽減させるための呼吸法ということでしたが、ウォーキングによるリズム運動もいいということで、ウォーキングだと例えば 1-2-1-2 みたいな感じのリズムで歩くので、ウォーキングもいいということなんですが、まあ、この室内でできる方法でこの体操がいいんじゃないかなというのがあったので紹介したいと思います。割と有名なやつなんですが、ゾンビ体操と言われる体操です。でこの体操をすると、10分間のウォーキングと匹敵するみたいなので、ぜひ、家の中でできるのでやってみてほしいと思うので紹介していきたいと思います。それでは、ゾンビ体操をやっていきたいと思います。でゾンビ体操は手をブラブラして、手の力を抜いて手をブラブラさせます。ポイントとしては、手を力を抜いてこう左右に触れるような感じまで手の力を抜いて、この要領でちっちゃく上体を動かせば手がブラブラになるかなと思います。でこれをしながら足踏み、ちょっとその場でジョギングしているかのような感じで足踏みをします。でこれを1分間やります。手はブラブラさせて力抜いてないと結構背中が緊張して痛くなったりとか、肩が後痛くなったりすることもあるかもしれないんで、手は極力力を抜いて、で足も、足を上げてもいいし、今かかとを上げて膝を前に突き出してるだけなんですが、こんな感じでもいいし、足をこう離しても
いいかなと思います。あんまり普段運動してない人はこのぐらいの足の動きでいいと思います。でこれを1分間やって、あと15秒ぐらいですね、あと15秒ぐらいこれをやって、あと5秒、4、3、2、1、はい、でこれを1分間やった後に今度は30秒その場でちょっと足踏み、歩く感じで足踏みします。でこの今の1分間の、ブラブラジョギングじゃないですけど、駆け足とこの30秒のウォーキング、これを3セットやります。でこれを3セットやると10分間ウォーキングしたのと、はい、30秒経ちました。でこれを3セットやると10分間、ウォーキングしたのと同じ運動量になるそうです。3分、4分半で10分間、やったのと同じになるので、家の中でやる分にはすごくいい運動になるのかなと思います。でこれを、1日朝昼晩3回ぐらいできるとベストのようです。で、この体操は血流を良くする、血管の、状態を良くするための運動体操として、紹介されているんですが、リズム運動として、自分の好きなリズムでこう早くやったりゆっくりやったりしてもいいと思うんですが、自分の好きなやりやすいリズムで、やってもらうとセロトニンを、分泌を促すということにつながるので、ストレスの軽減につながるはずです。でぜひやってみてください。はい、ということで、今日は呼吸法、そして、リズム運動としてのゾンビ体操を紹介しました。で呼吸法の方は根五郎教授の、本がを参考に紹介しているので、概要欄の方にリンク貼っておくので、興味がある方はまたそちらの説明を読んでみてください。より詳しく載っています。でゾンビ体操の方、概要欄の方に動画のリンクもあるので、動画のリンク貼っておきます。であと本も、あるので、本の方も読んでみたい方は読んでみてください。ということで、今日はこれで終わります。またこういったようなね、役に立つような情報を出していけたらと、紹介していけたらと思っているので、よかったらチャンネル登録、そして動画の高評価、コメント、SNS のシェアなどもお待ちしております。それではまた次回の動画で、バイバイ。